チャオフィッテリさん、本日ですね、今回ですね、今週もやっておらさんトゥーホットケーバー。はい、ということでですね、あー、3回が良かったな2回だとなんかパッとしなかったな。まあ、ということでですね、はい、まあね、まあ、反省会ということなんですけど、そうですね、久々まあ、反省会っていうよりこう乗ってくれということに結構したんですけど、はい、はい、でも結局反省会みたいになってきたね、またね。ね、まあちょっと今週はちょっといろいろありました、うん、いやー、びっくりびっくりね、うん、まあまともだったらオーシャンステークスからやっていきましょう、うん、はい、はい、まずはですね、オーシャンステークスの方、こちらなんと1万人気、2万人気、3万人気、そのままいきました。はい、順番通り。あ、そうだったんだっけ、これね、はあ、そうかっていう感じで、しかもね、5番人気も5着とそのままでした。あ、4着、4番人気だけ損だろうかな。うん、オーシャンステークスはそのまま来たのか。そうですね、結局で、東進マカオが乗り換わりで勝ったという、うん、ね、なんかすごいね。だったら乗り換わり、なんかさ、ね、どうだったんだ、どうなんだろうね、菅原くんのなんかさ、ね、なんか肩身がなくなっちゃったね、狭いっていうかね、なんかね、たけし自体もさ、びっくりしてたよね、ちょっと、うん、まあね、まあまさかね、なんか言いようがないような感じ、本当に取れるとは思わなかったんですよね。え、だから本人も初重賞だったんだよね、今年の、うん、だからこの戸惑いがちょっとで、第1号がね、天乗りという、そう、だからなんかね、自分の中でもなんか困ってたね、ちょっとね、たけし君もね。で、まあビッグシーザー、まあやっぱりなっていう感じですけど、そうですね、まず結構強いよね、あの馬ね、うん、うん、やっぱりうまいのかなって。あと、なんだっけ、あの、あ、合ってるよね、うん、あの、なんだっけ、酒井君が、うん、うん、合ってるなと思って見てた、ね、うん、で、バースクライに関してはね、まあ枠もうまいことはまってっていう感じですね。そうだね、やっぱ見ないんだね、ね、まあ3着っていう感じですけど、そうだ ね、はい、そんな感じでしたね。まあこれに関してはね、まあ変な買い方をしなければ全然、まあね、買えたかなっていう、そう、まあ大きく当たることはないかもしれないけど、だよね、ね、うん、まあね、ちょっとだいぶ安めの金額となっておりますが、そうまあね、まあ、まあ、うん、一番いい、まあこれはいいとしましょう、はい、はい、でね、はい、まあ自分 POG 馬、まあ皆さんも入れてるでしょう、ガルサブランカということで、そうです ね、まあね、それがね、注目されたチューリップ賞、はい、ね、こちらもちょっと ね、うん、1着スイープフィート、まあ納得、はい、まあ納得、まあ豊さん ね、上手に乗ってました。このままもね、自分なんでも出遅れた割には結構良かったという、うんうん、ね、成績を残しておりますので、うん、だよね、うん、2着3着よ、ね、ゆうすけ、あつや、ね、そう、ちょっとあんまりシチューになかった馬かな。ちなみに2着は9番人気 36.3 倍、うん、で3着15番人気 15.4 倍、あ、154.3 倍です。ちょっとね、これは難しいよね。でね、副賞でもね、ちなみに、西村君の馬は3000円というね、副賞で3000円ってかなり難しい。いやー、ほんと昨日ね、出なくても、ね、西村くん、なんか他のレースでも大穴出してたんだよ ね、すごいよね。でね、まああとはどこ行ったっていう話なんですよ、うん、そうやな。で、タガノエルピエダーに関しては、まあまあまあ4着と、うん、まあ頑張ったんじゃないって、この中ではっていう、まあそうだね、確かに、うん、仕方がない感じだった。で、ミラビリスマジックは遠征も含めたんで、まあマイナス10だからこんなもんだろうっていう。そうだね、本当いいもんなんだけどね、うん、足早かったんだけど、もったいないね、ちょっともったいなかった。ねえね、スティールブルー、うん、ね、こちらはね、ブラマイトルだったんですけど、ね、10着へと落ちました。どうしちゃったんだろうなっていう感じ、うん、うん、ちょっとおかしな動きだったよね、うん、もったいないのまま。ねえね、ちょっと一番わけわかんなかったのガルサなんですけど、ね、わけわかんないっていうのが、あのね、今一番増えてほしい頃なんですよ。なのにマイナス10と。でね、しかもこの子ね、うん、今回立冬を使っての遠征ということだったので、事実上遠征してないんですよ。なのでそれでね、これはちょっときついねっていう。どうしたんだろうね、本当なんかちょっと残念な結果になったよね。うん、で最後にね、伸びきれずっていう感じで、やっぱりどうしてもイクイノックスと比べちゃうんだけど、うん、なんかもったいない感じだよね。まあね、ちょっと違うのかな、タイプが本当は。ねえ、やっぱあまりにもでかすぎるよね、あの大きな存在すぎてイクイノックスがその、ね、名前が先行しちゃってるからね。ね。っていうのもあるのかな、やっぱり。でもまあ今回の能力が実際かなっていう。
前走は結構ね、だいぶペース遅かったんで、うんうんうん、まああれは実力じゃないと思うんですけど、今回はこれが実力かなっていうのが分かりました。っていうことはあれだよね、もうこれです、ちょっと先が難しいのかなとか、大箇所言ってほしかったね、言ってほしかったけどね、ちょっとダメかもしれないね、もうね、ちょっとね、まあ、岡少女間に合わないとしても、オークスに何とかしてくださいって感じ。そうですね、本当だよね。ちょっとまだまだ勉強中の過程なのかもしれないね、まだね。ね、まあ、ね、おかげさまで、ね、もう大変ですって感じです。はい。でね、まあ、弥生でしょ。うん。これもね、ひどい。ねえ。ね、ちょっとなんか思ったのと違かったな、まずね、レース自体で言うと今回レースレコードということで、うん、1分 59.8 ということで、うん、ね、はい、で1着のコスモキュランダ、うん、でこちらの馬主さんが、ビックレットファームで、2年ぶりかな確か、ね、の勝重賞勝利ということで、まあよかったね、でもね、で、2着には新エンペラ、うん、まあ納得、まあ納得で、3着シリウスコルトという、うん、ね、うん、なんとですね、ね、人気馬の同じ枠の馬が来たっていう感じです。そうだね、本当だよね。でもコスモキュランダが来ると思わなかったんだよね、ちょっとね、もっと言うならシリウスコルツはもっとないだろうっていう、と思ってしまったよね。いや難しいよね。でね、4、5着もね、だいぶ荒れたんですよね、うん、ね、エコロレイズ、こちら 144.2 倍の馬が、そこ点乗りだもんね、カズくんの、うん、やっぱり横山家は点乗りが得意だ、点乗りの方がいいんじゃないかと思ってちゃうね、だんだんね、なんか点乗りが得意という感覚が、びっくりしたしました。でね、シュバルスクーゲルという感じですね。はい、これ西村くんだね、またね、西村くんもまたうまいな、うん、でね、まあアドミナルシップに関しては7番人気で8着なので、うん、あ、まあその妥当だね、妥当かなっていう、うん、で、トロバトーレ、うん、こちら6着、うん、うん、だいぶ凡走で、ね、そうやな、なんか途中でねかかっちゃってね、うん、なんか噛みつきそうな感じでしたけど、あ、なんかね、いきなり、そうそうそう、スタート直後になんかもうちょっとぶつかってたっていうか、なんか揉めた、揉めてたっていうか、なんか気が合わなかったのかな、新エンペラーと気強そうだもんね、ねえ、なんか、うん、そんな感じ、バタバタして出てったもんね、うん、うん、で、7着にはダノエアズロックということで、はい、まあ距離延長なんででもさ、イエマがさ、ちょっと潰れたって感じだよね。ねえね、もっと言うと、うん、ファビュラススターが9着と、ちょっときついね、どうしちゃったかなっていうぐらい、いやー、 あのね、難しい、はっきり言います、競馬泣かせですよこれ、ね、予想家からしたら一番、うん、しんどい、なんかもう競馬やめようかなっていう声があちこちから聞こえてるんですけど、いやー、難しい、最近のレースちょっと難しいよね。いや、しかもね、変な荒れ方してるんですよ、うん、そうそうそう、ほら、一番後ろから来たとかだったら出たんですけど、うんうん、ね、なんか8番人気という中途半端な、ね、本当だからちょっとね、本当難しいんじゃないかって、だから後ろから買ってみようじゃダメなんですよ、うん、そう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 、ね、どっちもダメなんだよ ね、 ね、うん、間を取んなきゃいけないっていう、なかなか困難な、結構難しいかなっていうのがね、ありますね、まあね、まあね、うん、まあね、これね、一応に気づいたことが、今日はっきりしたことがございます。はい、何でしょう、ね、この服ね、はい、まあ、ルメール買っとけばいいという、ね、はい、ことなんですけど、うん、ね、去年は最初の重賞が2月12日に取ったということで、はい、ね、まあ、まあまあまあって感じです、うん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 、今年まだ0回です。なんかルメール調子が悪いなのにリーディングは1位ということで、いや、なんだろうね、なんか大きいレースは勝ててないけど、ちっちゃいレースで勝ててるよっていう感じかな、去年のミライクみたいな感じで、ちょっとね、うん、あのワールドオールスターが思い出します、ねえ、ほんと、なんかね、成績は下がってないんだけど、重賞は取れてない、なんだろうね、うん、なんか大きいレースはとことごとく飛ばしてる気がする、しかもね、なんか飛ばし方が結構、しかもね、なんかいいポジションいて飛ばすっていう、なんだろう、最近の馬力がかかんないっていうのかな、なんかさせないよなっていう、ねえ、どうしちゃったんだろうってすごく思うんだけど、うん、ねえ、今週も飛ばしましたね、またね、でね、来週にはドレッドもいますんで、そうだね、来週は取れるでしょう、いや、そんなきゃダメですよそろそろ、そうそう、ねえ、ねえ、まあ不運といったらね、ブレイディーベグが回避、うん、
ということで、あ、ドバイね、ドバイの、ドバイがね、ね、こちらもルメちゃんが乗る予定だったんですけど、ね、ちょっと不運が続いてるような、本当だね、気もしないでもないっていう、難しいですね。あと、まあ今週でほら新人ジョッキーたちがデビューして ね、まあね、うん、結構なんか頑張ってる感じだね、みんな ね、やっぱ若いフレッシュな感じで、ね、うん、結構もうね、一着取ったり、うん、ね、馬券の入ったり、ね、すごいよね、頑張ってるね、結構期待できるような世代だなっていう、うん、結構器用に乗ってるから楽しみね、うまいねっていう、うん、いい世代なんじゃないかなっていう、ほんとカンタ君がね2年目になっちゃったからもう先輩になっちゃって で、 でも今日日本ピロー キーフがね来たので良かったかなとは思いますけどね、僕らでは1レースと10レース、はい、単勝万馬券という、はい、ね、結構万馬券は出てんだよね、でもね、人間に荒れてるからなんか ね、ちょっとね、うーん、だからうまく書いてる人はラッキーだけど、普通に順当に勝ってた人たちはあの歯が立たない、なんか ね、自分もともと穴派だったんですよ、うんうん、ね、1年目の頃、うん、で、ね、去年やっぱね人気馬も入れなきゃダメなんだってことをしっかり学んだらこれになりました、うん、今年はねそれが通用しない ね、その結果、地方が得意になってしまったという、ね、難しい日が続いてますね、本当ね、うん、この辺で挽回したいんですけど、挽回ができなくて、自分も、ね、うん、でね、占いの方をやっていきたいと思いますが、はい、そうです ね、そこはリオさんに任せましょう、はい、何とか、ね、あの今回ももうね、2頭拾えなくてですね、どうしても何だろう、占いやった直後っていうのはちょっとなんかもう頭ごちゃごちゃしてるんですよ、まあまあまあ、ね、のいっぺんに16頭とか12頭とかやるじゃない、だからねうまく拾えなくて、今回もね拾うことができませんでした、はい、2頭は、うんうん、でもね後で見直すと、まあ多分皆さんはもう多分見てくれてると思うのでね、あのいいカード出てたじゃないっていうのあると思うんですよ、確かになっていうのが何頭かありまして、今回はあのデムちゃんの馬は拾えてました、うん、でね、面白いというとね、シリウスコルトが ね、うんうん、ね、毎回毎回プラス12ずつ増えてたんですけど、うんうん、今回プラス2だったんですよ、ね、そこがカードでもね、そういう風に出てたんで、そうですね、ちょっとね、体重が増加で体重いんじゃないかなっていうのが出てたんですけど、ちょっとね、落ちたことによって良くなったのかなってね、うん、そこもね、面白い、そうですね、あと見極めなさいっていうカードが2枚出てたんですけど、最後まで見てから買いなさいっていうカードがありましてね、そのカードが出てたんですけど、どうやら自分たちが見落としたみたいでね、うん、そうなんですよ、最後まで見た方がいいよって言いながら自分たちが見れなかったみたいで、それをね、皆さんにお伝えうまくできてたかどうかが分からなかったんですけど、その馬がなんと2頭とも来ました、はい、っていうことなので、最後までやっぱり見極めてっていうカードが出てる時は最後まで見てくださいねって、もう一度なんとか皆さんにお伝えしてから終わった方がいいなっていうのが今回の課題かなって。でもデームちゃんの馬がなんだっけな、1着の、コスモキュランダ、あ、そう、コスモキュランダは取ることができましたね、はい、ね、推奨馬に入ってましたの でこちらもね、超穴ですから、ね、そうですね、6番人気で1着なのでね、うん、これはね、大成功だったんですけど、2、3着の中で惜しかったかなっていうのがちょっとっていう感じでしたね。なので皆さんに推奨馬って言って最後にあげるじゃないですか、これね、まあまあまあ聞くのはいいと思うんですけど、聞いてみてもらうのはいいと思うんですけど、自分が好きな馬と照らし合わせるっていうのが一番いいかなっていうのが、使い方としてはっていうのがちょっと今回の課題かなと思ってですね、これからなんとですね、占いをあげた後に何だろう、推奨馬としてはちょっともう一回自分たち見直してあげることでしょうと思って、きちっとね、その方がうまく伝わるんじゃないかなと思って、ちょっとね二部構成になります、そこは多分、うん、はい、ですよね、はい、そうです、ね、で今までは、1個の動画で大体勝負運、はい、中で馬を見てからの総括をその動画内でやるっていう形だったんですけど、そうです、もうね、その時すぐに私たちは出してるんですよ、占い取ってから、その占い取った後にすぐ推奨馬っていうのをもう発表してるんですけど、ね、ちょっとね、馬騎手勝負運はそのまま、うんうん、はい、で、うん、最終的な総括が、また別っていう形でにした方がいいかなって、ちゃんと自分たちで把握した上で出そうかなっていうのを、で今回ね、優雅ちゃんの、うん、
ことで言うと、はいね、どちらかはいいって言ったんですよ。そうなんです、ね、土曜日か日曜日かどちらかはいいですよってお伝えしたんです。ただどちらかは悪いって言ってて、そうなんですで昨日が成績悪かったんです。そう、土曜日の方がね、はい、なので、うん、で日曜日来たっていう。そうですね、だからね、そういうのもあるのでちょっとね自分たち自体がちゃんと把握できてないっていうのがあって、本当にギリギリにならないと分かんないこともあったりするので ね、だからもう一回ちょっとね、あのきちっとね動画を検討してから出すという形に、最後の章の何だっけ、あの総評の方はでも占いの自体はあのそのまま出すのでね、はい、そんな感じでちょっとねきちっとしたものをお出しした方がいいなと思いまして、このね今後そういう風に変えていこうかなというふうに思ってます。でもね今すぐというわけじゃなくて、あのメンバーシップのことをこの前お話ししたと思うんですけど、4月からねメンバーシップというのをやるよって言ったんですけど、そこであの一応メンバーシップの会員様に向けて総評の方は出していこうかなというふうに思っておりますので、そんな形にしていこうと思っております。はい、なのでまあ占いはいつも通り無料で見れますのでね、皆さん心配なさらないでくださいね。はい、でですね、まあ来週告知っていうふうになるんですけど、はい、あとうちも忘れてました、さっき告知だけさせていただきます。はい、中山ヒンバーステークス、はい、で金庫賞、はい、でフィリーズレビュー、はい、こちらね、リオンさんの、そうです、これソンビートが出るんです、 POG が、ね、豪華賞トライアルということでね、はい、うん、そちらも大事なんですが、はい、で占いでは金庫賞の方をやります。はい、ね、そちらはドゥレッツァが今回出ます。はい、そうですね、はい、まあね59キロを背負って勝てるのかどうかっていう感じなんですけど、そうだね、ちょっと難しいよね、いろいろね。でね、まあね、うん、まあ今週にはダイオライト記念というものがございまして、うん、はい、地方競馬ね、はい、そちらがちょっと待ってくださいね、水曜日かな、確か水曜日ですね、はい、船橋競馬で行われて、はい、で現時点の 1.6 倍で一番人気なのがセラフィックコールなどです、はい、結構いい馬出るもんね、うん、うん、こちらはねディクテオン、矢作のアレグリアスで、マンガンテリオスベルといった、うん、はい、まあね、うん、結構有名な馬たちが出ておりますので、そちらをやっていきます。はい、はい、そうですね、はい、でね、まあね、あと別の受賞もやって今週から始動していければなっていうふうに思ってて、はい、でね、あとね今週ジャンプがあるんですよ、 G2 で、あ、阪神で、あ、なのでそちらはちょっと予想できたらやるっていう形でやらせていただきたいと思います。はい、わかりました。ね、はい、わかりました、自分は阪神スプリングジャンプです。はい、そうですね、でね、まあ結構忙しいんで今週ちょっと ね、でまあツボですよ、うん、もうねこれはね、そうです、しばらく使ってなかったんですけど、やっぱり今週はちょっとどうしても言いたいということで、ね、はい、ね、もうねここまでね、さすがに本当にちょっとねっていう感じですね。はい、行きます。はい、予想にほぼ全部ルメール入れてるけど一回も来てないぞ。はあ、やっぱりなーって感じですね。ルーペどうしたって感じですよ ね、ちょっと待ってです、ね、ちょっと待ってちょっと待ってね。そう、どうしちゃったんだろうっていう感じですよ ね、皆さんね、本当早くねルメールが復帰してくれることをね、あの願っております。やっぱり、ね、強くないとルメは ね、日本の競馬界が盛り上がらない。まずやっぱり今回思ったのは、うん、ね、やっぱ今まではね、うん、川田ちとね、うん、ルメちゃんがねばっかりだってあったんですけど、はい、うん、いないとこうなります。そう、散らばりすぎてて分からん、もう ね、リーリングもひどいことになった。本当ですよね、もうみんなにチャンスがあるような状態になってるから、まあいいのか悪いのかだよね、予想はしづらい。でもね、もうね、もうね、予想か本当大変だってね。ね、ね、ほんと田原さんもね言ってるよね、予想かが一番大変って、うん、いやー、ね、ほんとつらい。しかも笑っちゃうのはね、うん、ね、ルムちゃんってね、あの気温悪い低いと弱いんですよ。そう、でも今日はあったかいと思ったんだけどね、昨日は寒かったけど ね、天気予報の方も予報しなきゃいけない。そう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 、ね、だから難しいですよね。でも皆さんね、どうぞね諦めないで、またね来週、あ、まあもう今週かな、ね、何かね、今週ね、またね新たな気持ちでね楽しくやっていきましょうということで締めていきたいと思います。はい、ということで、はい、ではしますね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いいたします。ではまたお会いしましょう。 See you again、 バイバイ、またね。動画見てくれて感謝です。今日から君もファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日金曜日に競馬情報、
その他くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画や綺麗になりますよメイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again! シャキーン。バイバイ、またね。バイバイ、チェックしてね。